身の聞こえの悪さっていうのを、まあまり受け入れてない人たちがすごく多いんですよ。この受け入れないとこに対して無理やり受け入れさせようとするか、やっぱりご理解が得られないので、もじゃもじゃ、はい、どうも、もじゃもじゃ先生です。もじゃもじゃ先生なんですけど、まあ皆さんご存知のように研究者としてね、研究もしつつですけども、あとはその他機器ね、コミュニティ、いろんなスピーカーとかを研究して開発してますけども、それ以外にですね、実はやってることがあるんですけども、これ聞こえのカウンセリングっていうのを実はやってるんですよ。で、どんなお話が来るかっていうと2つあります。ご自宅行くパターンもあります、呼ばれてね。で、もう一つは、まあ、僕の会社の方に来ていただくパターンが多いです。で、一番やっぱ多いのがですね、この自身の聞こえの悪さっていうのを、まあ、あまり受け入れてない人たちがすごく多いんですよ。で、この部分をどうしたらいいですかと。で、逆にご家族が言うともう喧嘩になっちゃうんですね。で、これで困った人たちがたくさんいて、僕にご連絡いただいて来る方が多いです。で、まあご本人も当日来ますから、補聴器屋さんに行くんじゃないかとかって思ってるんですけど、そうじゃなくて、まず聞こえの状態とか把握しましょうねっていう話をして、どんなことで困ってるかっていうのをよくお話しするんですね。で、一番多いのはやっぱテレビです。あの、困っててること自体を僕はもういろいろ聞くんですね。で、まずテレビに困ってますっていうと、いろんな話が出てくるんですけど、仕事で電話が取れないとかっていう出てくるんですけど、家族と話できてないから困ってるって一言も言えないんですよ。でも、ご家族はそのご本人と話ができないんで困ってるんだけど、この差があるんですね。ご本人が困ってることと家族が困ってることの差があるから、こういう風な状況になっちゃうんですよ。なので、お互いにこう話が合わなくて、お互いで困って、まあ、それ以上進まないっていう形があるんですけど、まあ、これに対してどのように対応するのかっていうのを今日は少しお伝えしていきたいなと思っている感じですね。で、まず一つ、さっきの部分なんですけど、さっきの答えで分かるのは、家族とご自身で話をするっていうのは困ってないんですよ、本人は。なので全然問題だと思ってないんです。なので、ここに対してあなたと言葉が交わせないから困ってるのって言っちゃうところで、何のこと言ってんだって分からないから進まないんですよ。で、さっきお話した通り、一番困ってるのはテレビって言ったじゃないですか。なので、僕のとこ来た時に、ああ、じゃあまずテレビ見ましょうって言うと、テレビが爆音で家族は困ってるんですよ。じゃあこのテレビを、大きいってのは分かってますって聞くんですよ。もう分かってるねと、大きい。で、みんな困ってるのを大きいなって言われてるのは分かってますって言うと、分かってるって言うんですよ。じゃあこれ解決しましょうよと。まず音を小さくした方がいいですね。そんなことができるのかっていうんで、まあ、自分が開発したコミンを使って実際試してもらうんです。そうすると聞こえるので、これ大きくなってないのかと、ちっちゃいのか本当にって言って信じられないんですけど、それで一旦受け入れてくれて、もうテレビがいいなっていう形で終わるんです。まあ、一番のこれ難しいところなんですけど、ご本人が聞こえにくいってことを理解してない状態、ご本人が困ってないとこに対して、私たち困ってるからって言ってもなかなか受け入れないんですよ。で、この受け入れないとこに対して無理やり受け入れさせようとするから、やっぱりご理解が得られないので、まずは本人が望んでることをやってあげる方が一番近いです。そうね、じゃあテレビが大変だったらテレビ見えるようにしようねって言ってあげれば、一番それで受け入れますから。で、その後テレビが、まあ、終わって、まあコミュニティを使っていいねってなった後に、実はこれコミューンって話す時にも使えるんだよって話をすると、あ、そうなのかってなって受け入れますから。で、まずは一つずつ受け入れて、テレビが聞こえにくいものを聞こえやすくしましょうっていう話をしたりとか、で、そこからスタートします。で、その後に本来会話したかった部分をつなげてあげて、実は会話でも使えるんだってって話をその後に回してやってあげた方がいいですよっていう話をしてます。でも、まあこれね、単純なことであるんですけど、だから、まあ、実は皆さんやれてなくて、会話が自分たちが大変だから、まず会話を対応しようとするんですけど、そうではなくて、ご本人が困っていることを解決してあげてくださいっていうふうにカウンセリングでお伝えしてるんですね。あと多いのがですね、大きな声で話してるんですね。で、まあしょうがないですね、聞こえにくくなってるから大きな声で話さなきゃいけない。で、これもこの間来られてた80代の男性ですけどね、自営業やられてて、もうめちゃめちゃ頑張って仕事してたんですよ。で、してたんだけど、聞こえにくくなったことによって何が起きたか、奥さんが大きな声で話すようになったんですよ。で、息子さんも大きな声で話すようになった。で、実際ここに来て話してます、お父さんに対して。お父さんだからさって言ってるんですよ。で、お母さんもお父さんってやってるんですよ。で、その時の、まあ、僕が言いました、すいませんって言って、申し訳ないけど表情をお互いに見てもらっていいですかって話をしたんですよ。
で、なんでですかって言ったら、あの、申し訳ないですけど、大きな声出してる時って人間は怖い顔をしてるんですよと。で、そんな顔でお父さんって言われたら、お父さんっていうのは悲しんでると思いますよって言って話をしたんです。そしたところ、お父さんがうんって言ったんです。お前たちは態度が変わったと。今まではそんな顔で俺に言ってなかったのに、急にそんな怖い顔で言い出した、なんでなんだって言い始めたんです。気づいてないんですよ、ご家族。ここを知ってもらったんですね。なので、聞こえにくい本人に聞こえにくい状態を分かってもらって受け入れてもらうことと、もう一つは家族、ご家族が自分たちがやってる対応がまずくて、ご本人が受け入れてない場合っていう、この2つあるんですよ。で、気づかれて、あのね、活躍して80歳ですけど、まだお仕事を現役でやろうとされてるんですよ。すごいことじゃないですか、お父さんと。素晴らしいことですよと。そんな今まで頑張ってくれて、息子さんなんかだって育ててくれたわけでしょっていう、そのお父さんに対して聞こえにくいからって、そんな大声で失礼な態度を取るんですかって言ったら、下向かれましたって。だから失礼なことだってこと分かってないんですよ。聞こえにくいから大きな声で話してあげてんだというふうなスタイルになってくると、どん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 関係性が崩れます。だから本当は聞こえにくいことによって、結果夫婦間の仲が悪くなるっていうケースもすごく増えているので、ここはもう周りですよね。聞こえにくいこと自体を奥さん、関係している人が理解するということがすごく大事じゃないかということはすごく思ってますということですね。今日はですね、まあ結構ね、真面目な話しちゃったんですけども、まあ、今まで、まあ、聞こえに関してお悩みの人たちからいただいたお問い合わせの部分で、まあ、これはおそらく、まあ、補聴器だったりとか、いろんな支援機器を使う上でも、多分これはご家族が分かってなきゃいけないことなので、ぜひもじゃもじゃ先生話してくださいって言われたので、これ今日はお話しさせていただきましたので、ぜひともご家族で聞こえにくい方いらっしゃったらですね、今日聞いたお話を、まあ、受け止めて、どういった形で対応したらいいかっていう形で活かしていただければと思います。もうこれすぐ活かせることだと思いますので、今日から試していただきたいと思います。ではまた。